それではこれよりボーイング787初号機 ZA001 大移動記念式典を始めさせていただきます。本イベントはこの度2018年の夏に新しくセントレアに誕生予定の施設フライトオブドリームズに展示されるボーイング787初号機 ZA001 の機体移動を航空機ファン、そしてボーイングファンの皆様にもこの歴史的な瞬間に一緒に立ち会っていただくべく開催という運びになりました。なんとこのボーイング787クラスの大きさの航空機がですね、空港の制限エリア外へ移動すること、そしてこのお昼間に道路を横断するということは日本初の試みとなります。中部国際空港株式会社代表取締役社長友添正直よりご挨拶させていただきます。友添社長よろしくお願いいたします。中部国際空港の友添でございます。大変今日はですね、寒い中皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。今日は私の聞いているところによりますと3500名の方がこちらにお越しいただいているということで聞いておりまして、さてですね、私思い起こすにこの787がですね、来たのが2015年の6月でございました。初号機ということで、この中部中域35% のですね、機体の部品を作っているわけですけれども、第二のふるさとに戻ってくださった。でその後、エンジンとブレーキを含めましてですね、使用部品は外してですね、そこの滑走路の近くにですね、ずっとこの2年間が、皆様が世界で昨日からしか見れないという状況でございましたけれども、辛抱強くですね、この日を待っていてくれたという状況でございます。見えておりますフライトドリームの骨格の方に900メートル、この100トンのボーイング787を移動させるというイベントになるわけですけれども、こちらの方ではですね、こちらにお座りの全日空、中部国際空港株式会社の菊池社長をはじめですね、多くのグラウンドスタッフ、そしてスタッフの皆様からご支援いただきまして、このイベントが実現できるということで、続きまして ANA 中部空港株式会社代表取締役社長菊池雄純にご挨拶をさせていただきます。菊池社長よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。 ANA 中部空港の菊池と申します。本日はお寒い中お越しいただきましてありがとうございます。 ANA は中部国際空港で一番多くの飛行機を集合させていただいております。このホテルの自負と中部国際空港様との日頃からの良好な関係、ローンチカスタマーとしてのボーイング787型機への愛着、そしてフライトオブドリームズの夢とチャレンジを後押ししたいというコンセプトへの共感から、この度スポンサーとして参画をさせていただくこととなりました。このイベントは飛行機が制限エリアの外へ出て一般道を横断するということ、また搬入します施設と翼の翼端までの距離が70センチしかなく、非常に高い技術を要するということなど、日本では例のない歴史的なものだと思っております。ご来場いただきました皆さんにおかれましては、この歴史的な時間をお楽しみいただければと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。菊池社長ありがとうございました。最後にボーイングジャパン株式会社社長ブレット・ゲリーよりご挨拶をさせていただきます。ブレット社長よろしくお願いいたします。 When she first took to the air on a rainy day on December 15th, 2009 almost 8 years ago to the day, she took with her the hopes and dreams of the entire Boeing team that worked so hard to design and build this revolutionary airplane. For that reason, ZA001holds a unique place in our hearts at the Boeing Company, as well as in aviation history. この機体が初めて空を飛んだのは、今からおよそ8年前、雨が降る2009年12月15日のことでした。
飛行機の設計と製造に携わった大勢の人の夢と希望を乗せて大空に飛び立ちました。Centrair is itself a critical part of the Dreamliner's production system. It is the place where the Japan-built wings and fuselage sections of every 787 are loaded onto a Dreamlifter, like the one you see right behind me here, and flown to our factories in the United States for final assembly. It was at Centrair that a Dreamlifter literally gave flight to the wings of the first Dreamliner, so this is a very appropriate place.さらにここセントレア空港はドリームライナーの製造の中核を担っています。すべての787型機の翼と胴体は日本で作られ、このセントレア空港でご覧のドリームレスターに積み込まれます。そしてアメリカの組み立て工場へと運ばれます。ドリームライナーの最初の翼もこのセントレア空港から出発しました。ですから ZA-001 にとってこれほどふるさとと呼ぶふさわしい場所はありません。 Our whole Boeing team has been closely following the progress of the world's first 787 and this remarkable facility, the Flight of DreamsI could not be happier and more honored to stand here with all of you today as ZA-001 makes her move into her new home and begins a new chapter in her history. Boeing 社のすべての社員がこの機体の里帰りと Flight of Dreams の素晴らしい展示施設に注目してきました。ZA-001 が新しい住まいに入り、新たな歴史を刻むこの日を皆様と共に迎えることができ、大変光栄に思います。記念すべき一日をですね、目の当たりにすることとなります。二度とない今日の光景、ぜひとも皆さん、引き続き目に焼き付けていって、ではまずこちらで記念撮影をさせていただきます。では皆様、撮影の方よろしくお願いいたします。それでは再度記念撮影を行いますので、の方からよろしくお願いします。